こんばんは。今日はこちらの無調整豆乳を使った湯葉に挑戦していきます。無調整豆乳を 400ml 入れます。弱火で煮詰めていきます。表面に濃い膜ができてきたら一回取ります。浸す用の無調整豆乳 200ml に入れてます。この感じを繰り返していきます。はい、北川博之特製湯葉の完成です。美味しそう。オリジナルの湯葉が完成しました。お醤油につけて食べていきたいと思います。オリジナルの湯葉いただきます。美味しい。うまっ。特大の湯葉、今日も大成功です。これはめちゃくちゃいいね。